お刺身、すごく美味しかった。お腹いっぱい。ルビーも、今日はたくさん食べちゃった。みんなと一緒に食べるのって、やっぱり楽しいね。水族館も面白かったですね。一日に何箇所も水族館回るなんてなかなかできないし、カスミン的には大満足です。楽しんでもらえてよかった。また遊びに来てね。もう帰らなくちゃならないなんて寂しい。リナちゃんボードシュン。沼津にカスミンの魅力を広めるためには一日じゃ全然足りないもん。リナ子、一緒に半年くらい沼津に住んじゃう？沼津はいいところ。でも私はまだ二次学でスクールアイドル同好会でやるべきことがある。だからまだ東京を離れるわけにはいかない。冗談だってば。真面目に返さないでよ。それにカスミンがいなくなったら二次学のみんなも悲しくて泣いちゃうだろうしね。冗談なの？せっかく裏中にスクールアイドルが増えると思ったのに。裏中に転入するのは決定なんですか？まあ、チカ先輩たち見てると面白いとこなんだろうなとは思いますけど。お、チカちゃん、これは脈ありであります。学校が決まったならあとは住むところだね。お家探すの手伝うよ。あ、うちに来てくれてもいいよ。部屋はあるし。転居まで決定しちゃったんですけど。二人とも怖いです。そんな不気味な笑顔で寄ってこないでください。地元の人が協力してくれるのは助かる。よかったね。人ごとみたいに言わないでよ。こうなったらリナ君も道連れにしてやる。だから私は。うわっ、二人も来ないで。待てでもこういうの好きだな。みんなと賑やかに穏やかに過ごすの、心がどんどん元気になっていくから。ルビーの方こそ、今日は来てくれて嬉しかった。ありがとう。みんなと一緒にいろんなところへ遊びに行って、スクールアイドルのことも話せて、元気と勇気とアイデアをいっぱいもらえたから。ユニットライブでやりたいこといくつか思いついたんだ。チカちゃんとヨウちゃんにも相談するつもり。うまく説明できるかはわからないけど、でもきっと素敵なライブになる。それだけは間違いないって思えるの。そう言われると急に緊張してきちゃった。見えなくなることなんてないよ。だってルビーの未来にはいつだってあなたがいるもん。遅いぞ、二人とも。ルビー子、カスミンの先輩を独り占めなんてダメなんだから。